うん、でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。こんばんは。あーでもやばいね、まだ見て左目、あ結構やばいね、近くで見たらやばいね、見て左目、目バチコ、目バチコって書いてこう、目バチコだよ、見て全然違う、シュン、目の大きさ全然違う、撮影だったのにって、そう今日は撮影だったんですけど、あの朗読劇海かのの目バチコすぎて、このまま撮影してきました。そっか、眼帯してみようかな、眼帯買ってきたんですよ、眼帯してみよう、眼帯女子の色があるし、あ、え、あ、そうだ、ファンの方が送ってくれるって言ってたんだ、え、それお願いします。あ、すごい、いや、ありがとう、え、これで配信、え、でもすごい、これすごい、すごい、見て見て、ファンの方から届いた、今これ事務所なんですけど、ファンの方から届いた、すごい、ヨルハのゴーグルだ、あ、え、すごい懐かしいねんけど、え、わ、やば、わ、懐かしい、この見えなさ、どう、コメントとか何も見えへんけど、どうどう、人類に栄光あれ、何も見えへんわ、薄井さん、はい、ウケんねんけどファンの方が夜派のやつくださったんです。あ、そうそうそう、よく見つけてきたね。そう、宮田さんがあるよって言ってすごい、これで目バチコ隠せるね。え、見えないです、今なんか足音聞こえたなと思って呼んでみたらビンゴやったすごい、わあ、いい感じ薄井さん大爆笑って書いてるそう、すごい、これマジお気に入り、ありがとうございます、送ってくださった方、これ通貨を今度お話し会でこれしようかな、みんなのこと全然見えへんけど、そう、これ眼帯買ってきたんですよ、朝、そう、目痛くて、痛いんです、痛いね、目立ちこってさ、あんまならへんからさ、朝起きてびっくりしてさ、今日、でもこの後ね、飲み配信があるんですよ、そう、あの日本酒のね、そう、だからちょっと酔っ払う前にちょっと配信しとかなと思って今配信始めたんです。眼帯ってこれどうやってつけるの？
どういうこと？あ、なに？アイス。あ、これで目の周りを消毒してください。ん？これはどういうこと？あ、これはこういうことか。あはん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 、なるほどね。こういうことやんな。いやーもうほんとやばいなっちゃうよね。でアルコール消毒をするのね。でもさ、ちょっとメイクしてるからさ、軽くパパッとでいいか。むずっ。え、こういうこと？こういうこと？あ、でもこれ目に何も当たんないからいいの。どう？メバチコ、メバチコ女子じゃないわ、眼帯女子。難しい。片目だけずっと開けといてさ、こっちの目だけさ閉じとかなあかんってこと？ずっとウィンクしてるってこと？これしんどいで。いい感じ？なんかでもちょっと思ったよりやな、なんかコスプレっぽくなるかなと思って、なんかあまりやってないわ、眼帯。眼帯があんまり似合わない女子でした。おにしは ゆりなちゃんもさっき配信で左目眼帯してたよって。え、お揃いやん。何、メバチコ流行ってるの今。そういうこと。そう、なんかね、2日前ぐらいから、なんか去年さ、そのもともとね、なんか左目だけずっと腫れてて、で全然治んない時期あったんですよ。2ヶ月ぐらい、そう2ヶ月ぐらい二重幅がなんかめっちゃ変で、でそれ舞台終わって1週間2週間ぐらいしたら治ったのよ。でその時ぐらいのなんか目の腫れが2日前ぐらいからあってね。そうで、なんかその日ごめん、その日ネモースの収録だったりとかなんかあって、その日あんま寝てなかったりとかして、なんかあ、その疲れてなんかそんなんなってんのかなと思って、で今日の朝起きたらなんか左目だけなんか全然開かんくて、あれと思って携帯で自分の顔見たらバーンってなってて、そう朝ひどくて、本当今だいぶこれでもメバチコ用の目薬さして、そう冷やして、これでもだいぶ良くなったんですけど、そう でもこれ過ごしにくいね。でも明日一日レッスンとかやからつけていこうかな。
ね、なんかすごい。踊ってたらずれちゃいそう。確かにそれはそう。あ、でもね、春用のやつも買ってきたのよ。そう、何買えばいいか分からなくて、団体春用のやつも買ってきたから、ワンチャン明日はそれやな、早くなるといいねって。そう、ほんとそう、早くなってほしい。うん、春眼帯ってあるんだって。そう、ここからビーって貼るのよ、眼帯を。この後の飲み配信では撮るね、眼帯。でも目立つね、これ眼帯って。あんまりでも街で眼帯してる人も見えへんけど。楽しんでね、飲み配信って。そう、あのね、めちゃめちゃいろんなものをね用意してくださって、そう、楽しみ。なんかこんな飲み方したことないってやつとかもね、いろいろあるので。1時間ぐらいかな、どんな感じになるのか、ワクワクです。何時からって。7時から。そう、これは配信チケットを買ってくださった方が、そう、来てくれるやつかな。そう、でもお酒飲めないって方とかもいらっしゃったので、お話し会とかで、だから皆様とかは、そう、お酒じゃなくても、そう、ジュースでも何でもいいよ。冷やと熱どちらが好きって。いや、あったかいのも好きやけどね、熱感ね。なんか大西、それこそなんだっけね、あんまりその温度感のやつとか全然分からへんかったけど、いろんな名前あんねんな、あれ。それもね、あの大西桃花のエッセイ第1回目のやつにね、そう、熱感は何度以上とか、そう、他の温度にも名前がついててね、いろいろ書いてあるのを、そこにエッセイに書いてあるので、ぜひ見てみてください。そう、いろんな名前があるんです。温度によって。花冷え、そう。いいよね。でも、あったかいのも好きだし、でも冷たいのも好き。結果何でも美味しいよね。まあでもさ、こうし普段こうあったかくしてあんま飲まへんねんけどさ、だからなんかあったかいの飲みたいなと思う。寒い時期やしなって。そう、そうなんだね。香りがすごいあったかいとってね。香りはすごいけどさ、アルコールはさ、なんか飛んでる感じするからさ。いや、あ、実際飛んでるのか分からへんけどさ、なんか飲みやすい気はする、熱燗の方が。お店は、うん、43分のお知らせありがとう。45分になったらランキングの方を呼んでいくわ。つまみは何がいいって。え、何、気
キムチ鍋と刺身を用意したけど十分や十分十分やで最高ね。まあでも何の日本酒飲むのかにもよりそうやけどね。まあでも日本酒イコールお刺身みたいなところはあるよね。ね、うん、今日さ江ノ島行ってきてさ、そう海カノの撮影で朗読劇のめっちゃ美味しい、あれ食べたの生しらす。でもね生しらす食べてんけどさ、なんかしらすが少ないのでみたいな、そうがしらすがいっぱい乗ってるメニューは頼めへんかった。それなんか時期とか日によってね頼めるメニューがね違うっぽい。そうめっちゃ美味しかった。そうだから私はめちゃめちゃなんかいっぱい乗ってるやつ頼んだ。しらすと生しらすとネギトロと、ネギトロのサーモンバージョンみたいなやつと、イクラとエビと、美味しかった、また食べたいそう海鮮丼。お、45分ありがとう。じゃあちょっとねそろそろお西は飲み配信の準備をしていきたいと思うので、じゃあこの辺でランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ1位ハギハギさんありがとうございます、イエイ。そして2位がコバットマークお西よしさんありがとうございます、イエイ。そして3位が大好きアットマーク飲み配信に備えてお刺身買ってきましたさんありがとうございます、イエイ。そして4位がゆうなみねぎすけさんありがとうございます、イエイ。そして5位が SL さんありがとうございます、イエイ。そして6位がカホアットマークニコニコニコさんありがとうございます、イエイ。そして7位が大西かきアットマーク大西軍アットマーク早く治りますようにさんありがとうございます、イエイ。そして8位がコーヒーレンさんありがとうございます、イエイ。そして9位がタカタカさんありがとうございます、イエイ。そして10位がワンタンメンさんありがとうございます、イエイ。そして11位が大粒ちゃんありがとうございます、イエイ。そして12位がツバッサーさんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がお茶っぱタイムアットマーク爆裂魔法エクスプロージョンさんありがとうございました、イエイ。ありがとう。ということでほんとこれ大変ね。ということでじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。この後飲み配信来てくださる方は楽しみにお待ちしております。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバイ。みんなもメバチコに気をつけてねありがとうございました。バイバーイ。